本土狐は北半球に広く生息する赤狐の日本に分布する亜種本州九州四国に分布四国では少ない房総半島南部には移入されたと記す文献が存在するがこれは誤り東道町52から7 6ートル、尾長26から4 2トル、体重4から7ラム、体色は赤みがかった黄色でいわゆる キツネ色、腹部、頬、尾の先は白い。尾は、他の動物に比べて、毛が、ふさふさとしているので太く見え、長い。尾の基部の上面に黒い縁があり、そこには、尾の絵線と呼ばれる線がある。毛皮が美しいので、服飾品に使用されることがある。北海道に生息する北キツネよりやや小さく、四肢の足首の部分が黒くなっていない点で異なる。頭骨も、微妙に異なり、 乳頭も2個多いため、赤狐とは別の新種ではないかとも言われている。食性は季節や生息環境により変化する。肉食の傾向の強い雑食性であり、主にネズミ類、鳥類、昆虫類などを捕食するが、果物など植物質のものも食べる。狩りをするときは決まったルートを通る獲物を単独で探す。里山から鉱山までの森林に住み、 森林に接する草原や農耕地に出てくることもある。人里に近いところでは、畑のトウモロコシを荒らしたり、家畜の鶏を襲ったり、人家のゴミを砂取ったりすることがある。開発と、タヌキや野犬の繁殖の影響で、急速に数を減している。普段は縄張りを守って行動するが、交尾期の12月から2月頃の実は、互いの縄張りを犯す。日本アナグマが掘った。 古い巣を利用することもあるが、日当たりの良い林や草原などに巣穴を作ることが知られているが、この巣穴は通常、子育てのみに利用され、その他の期間は一時的な避難場所として使われることはあっても一年中使われるわけではない。巣穴の直径は25から30センチメートルで、入り口はたくさん作られ複雑な構造となっている。巣穴は親子代々で引き継がれていき、 年々拡張され、巣穴の長さは30メートル以上になることもある。白馬槍形家の山腹に生息する、ホンドギツネ繁殖期は12月から2月で、妊娠期間は約52日。巣穴の中で、体重約100グラム、頭道長約9センチメートル、お腹約6センチメートル、全身がほぼ黒色で、尾の先端が白い子を2から7頭を産む。母親を中心とした、 母系社会を構成し、前年生まれのメスは母親の子育てを手伝う。ヘルパーは時に最大4頭になることもある。オスも子供が生後1ヶ月頃までは子育てを手伝うが、その後はこの家族群に加わらなくなる。この家族群は子供が生まれると集団となり、この成長と共に徐々に解散していき、9月頃には単独生活を送るようになるが、この家族群の縄張りを出ることはない。 オスは生後7から8ヶ月で親離れをし縄張りを出て分散していく。メスは誕生した年の12月から2月までに生成熟し繁殖できるようになるが通常は1歳で繁殖は行わない。寿命は野生では3年から4年程度であるが1歳までの生存率は4%以下である。飼育下では長くて10年ほど生きることもある。ありがとうございます。